今日はですね、山吹の里公園というところに来ました。ここもですね、豊島区の高田、もうほとんど、隣の新宿とか、文京区にもうほとんど近い、豊島区の、一番新宿寄りの公園です。あ、ここじゃねえか、もう一個あるのか。あ、でもそれ近いですよね。で、ここはですね、ここにこうちょっとこういう感じで太田道館由来の公園ということで、私もね、今知ったばっかりで、ちょっと今日かのカメラの担当の方が、なんていうんですかね、チェリーに非常に詳しい方で、今教えてもらったばっかなんですけどね。だから私の場合はにわか知識なんで、慣れないことはしちゃダメだということで、まあ太田道館由来がある公園ということだけ言っておきましょう。それでここはですね、まあ、ちょっと上がってきてください。ここもですね、ちょっとパッとこういう感じでぐるっと回ってみてもらってわかるんですけども、ちょっとね、トイレだけは結構新しいんですよ。トイレ新しいんですよね。これ結構新しいトイレです。それでちょっと一箇所と思ったのが、はい、カメラ、ね、有刺鉄線ね、プロレスラーの大仁田敦が出てきた有刺鉄線が来られてるんですね。これちょっと事情はわからないですけど、おそらくここに登った人間がいるんじゃないかとか、そういった可能性があります。ね、まさかここでプロレスやるわけないんですよ。そういった意味で言うと、そういうちょっと心のものとかね、そういったのかもしれないですね。ちょっとわかんないですよ。わかんないですけど、この張り方はだって鳥が止まるっていうので関係ないですよね。うん、おそらく人がこう登っていたずらをしたりとかね、暴れたりとかなんかあったもんじゃん。ちょっと調べてみないとそれはわからないんであれですけども、はい。で、まあ、ここもですね、ここはこの前にある家、ここは空き家ですかね。いや、なんか資材置き場みたいな。資材置き場になってるんですね。今こういうのが問題なんないみたいですね。住んでたら申し訳ないんだけど、見た目がちょっと空き家じゃないですか。で、空き家っていうのもね、結構今問題になってましてね、やっぱり犯罪の温床、放火とか、あとそこに入り込んでっていう犯罪が考えられます。だからこれ、ここあたり行っちゃうと、もう公園防犯というよりも国の法律で入ってってもらうしかないんですけど、こういったものにも対応していかないと、もうこれからならないよという時代に来ちゃいましたね。どうしてもその核家族からの高齢化社会が進むと、空き家問題っていうのはこれからますます深刻になっていくと思いますんでね、こういったところにも行政の人は、まあもちろん考えてるんでしょうけども、なるべく急ピッチにやってほしいと思います。犯罪が、いろんなタイプの犯罪がこれから起きてきますから、それに対しての適応能力っていうのをね、もっと高める。これに関しては発揮してアメリカのがすごいです。アメリカはやっぱ犯罪大国なんでね、犯罪が起きるとすぐそれに対しての対応が結構早いんですよ。日本はやっぱそういうところがちょっと重い、足腰が重い。してあるのはやっぱり自分の身は自分で守るという、そういう根本的なところがあんまり今の日本社会ではないじゃないですか。自分の身は自分で守るっていうのがね。だけどそんなこと言ったらもうやられちゃいますから、これからの時代は。だからそういう意味ではもう皆さんもそこらに注意していただいて、注目していただきたい。はい、ということで、こういうね、ちょっと変わった有刺鉄線の公園、あんまないと思うんですよ、公園でね。というか、僕はこう回ってて初めて見ました。まあ他にもあるのかもしれませんけど、また有刺鉄線があるっていう、ちょっと独特の、ちょっと変わった、別にね、何のあれがあるのかわかりませんけど、まあこういう珍しい公園もありますよということで、今日はこの辺で終わらさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。